日本鹿児島県鹿児島市、下福本町下福本町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧谷山郡、谷山豪華福本村、谷山郡、谷山村、大和田市も、福本、鹿児島郡、谷山町大和田市も、福本、谷山市、下福本町。郵便番号は 891-0144? 人口は6985人。 世帯数は3261世帯。鹿児島市南部に位置し、和田川下流域及び、万の瀬川の源流域に位置する。町域の北方には、鹿児島市中山町、上福本町、南方には、鹿児島市平川町、南九州市川辺町清水、東方には、鹿児島下中央、西谷山、次元寺町、近郊台、坂の上、七津島、高山、 西方には、日置市吹上町よくら、日置市吹上町湯の浦、日置市吹上町、和田、南薩摩市近峰町大阪がそれぞれ接している。教育施設は、町域の西部に、鹿児島市唯一の平地型小中学校である、鹿児島市立釈山小中学校が位置している。また、釈山小中学校が所在する、石山集落では1655年に、 鈴の交渉が発見され、薩摩の山々と呼ばれた。1701年には、島津市に経営が移り、天保年間には11.53トンの鈴が産出されたとされる。また、中央部を南北にブスキスカイラインが通っており、中央部には、石山インターチェンジが所在している。北部には東西に、鹿児島県道20号鹿児島加瀬田線が通っており、途中で、 鹿児島県道22号、谷山挨作線に分岐し、県道20号は新道南方に変える。南方には国道225号が南北に通っており、影現交差点で西方向に国道226号が分岐している。下福本という地名は、江戸時代より見え、薩摩国谷山郡、谷山号のうちであった。上福本村と共に福本村とも称していた。 村高は、旧高給料取調べ町では3038国、余りであったとされ、人口は5020人、個数は1019個であった。明暦元年11月15日に、八木門戸、雄本信によって、釈山元山峠で、釈山鉱山が発見されたとされる。1879年には、古町役場が下福本村に設置された。百八十二年の、 県知事によれば、下福本村に5隻の漁船があったと記載されている。1889年に町村制が施行されたのに伴い、下福本村、上福本村、松崎町、塩谷村、和田村、日向川村、中村、山田村、五家別府村の区域より谷山村が設置され、それまでの下福本村は谷山村の大技、下福本となった。 1957年には、谷山町が、市政施行し、谷山市となったのに伴い、谷山市の町、下福本町となった。1967年に、谷山市が、鹿児島市と新設合併し、鹿児島市の町名となった。1984年10月15日に、次元寺団地、乳次元寺団地、坂の上団地、清和大団地の区域にあたる町域の一部より、 近郊台1丁目、近郊台2丁目、近郊台3丁目が設置された。1996年2月13日には、下福本町、上福本町、谷山塩谷町、和田町の区域にあたる谷山第一地区において、住居表示が実施されることとなったのに伴い、次元寺町、谷山中央5丁目から谷山中央7丁目が設置された。 1997年4月17日には、鹿児島エイリンショア跡地に、鹿児島市立ふるさと高校歴史館が開館し、町域内から発掘された掃除山遺跡のジオラマが置かれている。また、2005年には、中央次元時代地区が下福本町から次元、寺町に編入され、2008年2月25日には、坂上地区において、住居表示が実施されることとなったのに伴い、 坂の上一丁目から坂の上八丁目が設置され、同時に近郊台一丁目に一部が編入された。また、同年10月27日には高山地区において住居表示が実施され、高山一丁目及び高山二丁目が設置された。2014年2月17日には谷山台二地区と地区各政治事業の事業区域の一部で谷山台二地区として住居表示が実施され、 下福本町の一部及び上福本町の一部より西谷山2丁目が設置された。2020年2月3日には下福本町の一部より西谷山3丁目が設置された。谷山神社私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。県道19号の旧道有料道路国道県道。ありがとうございます。